タンザニア北東部セレンゲティ国立公園。この大草原では環境の変化とともに今までとは異なる事態が起こり始めていました。今回の主役は一頭のメスのチーターです。大きく膨らんだお腹にもう間もなく生まれそうな新しい命を宿しています。彼女の長い一日をハニ・スズム監督が追いました。その朝、ハニ監督が最初に出会った時、彼女は草食獣の群れの前をゆっくりと歩いていました。実はこうして獲物の品定めをしていたのです。身重の体では長く走ることはできません。そこで相手に悟られないようにゆっくり歩きながら慎重に標的を絞るのです。彼女の思惑通りトムソンガゼルたちは油断しているようです。そうは言っても出産間近のチーターに大人のガゼルを襲うことは不可能。小さな子供が見つかればいいのですが。やがて彼女は目標を定め走り出しました。パンパンに張った大きなお腹を抱えてのハンティング、過酷に見えますが、単独で暮らすチーターはこうしなければ生きていけません。しかしこの狩りは失敗。力の限り走ったものの、その努力は報われませんでした。疲れ果て身動きもできなくなっている彼女の周りに、再び草食獣たちが集まってきました。彼女が当分狩りをする元気のないことを心得ているのです。身重のチーターは日差しを避けるため木陰を探して歩き出しました。すると彼女の後を追ってトムソンガゼルたちがついてきました。チーターの後ろを歩きながらその行動を見つめます。彼女が立ち止まって水を飲めばガゼルたちも足を止め、そして再び歩き出せば遅れてなるものかとついてくる。このチーターからは逃げ切れると思っているのでしょう。ガゼルを引き連れた移動は1時間余りも続きました。そして木陰を見つけた彼女はやっとガゼルの視線からも解放されたのです。1時間ほどが経ちました。身重のチーターが休んでいる木陰のすぐ近くに5頭のチーターが姿を見せました。獲物を求めてやってきたのでしょう。あのガゼルたちも殺気を感じて逃げ出しました。がまさにその瞬間、一頭が獲物を仕留めていました。獲物はウサギ。捕まえたのは4頭の大きな子供たちの母親です。普通チーターの母親は獲物をまず子供たちに食べさせます。しかしウサギはあまりに小さいので、とても子供たち全員のお腹を満たすことはできません。そこで母親は次のハンティングのために自分が食べたのです。4頭の子供をここまで大きく育てた母親は狩りも上手なのでしょう。午後2時半ごろ、木陰に潜り込んでいたあの身重のチーターが草原に出てきました。そう、彼女と親子連れ2組のチーターが鉢合わせとなったのです。
身重のチーターはかなり動揺しています。別のチーターを見る機会がほとんどなかったため、どうしていいかわからないのでしょう。縄張りを持たず、獲物を求めて草原をさすらうチーター。お互いに距離を置いて平和を守ってきました。驚くべきことに、この妊娠しているチーターと5匹のチーターが同じ場所で出会ってしまったんです。これはもちろんチーターたちにとっては予想もしてなかったことで、大変な出来事がそこから起こりました。できることなら5頭の親子が自分に気づかず通り過ぎていってほしい。身重のチーターは体を低くして様子を見ます。しかし願いも虚しく、5頭の親子は彼女を見つけ、どんどん近づいてきていました。最初500メートル以上あった距離がもう100メートルほどしかありません。もちろん親子連れの方も動揺しています。目の前にいる別のチーターが危険な存在なのかどうか、彼らにもわからないのです。すぐにでも逃げ出したい身重のチーター。しかし逃げれば獲物とみなされ襲われる可能性もあります。懸命な彼女はじっとその場にとどまり、両者の睨み合いは果てしなく続くかのようでした。ところがそこへジャッカルが現れたのです。ジャッカルは普段やたらと騒ぎ立て、そのどさくさに獲物を盗もうとします。そんなジャッカルがこの状況に突然割り込み、こともあろうに身重のチーターを取り囲んだのです。彼女はこの邪魔者を追い払うことができません。下手に動けば5頭のチーターたちを刺激することになるからです。一方のジャッカルたちは不思議に思ったのでしょう。いつもならこれだけ近づけば必ず追い払われるのに、なぜ今日は大丈夫なのか。もしかするとこのチーターは病気か怪我で動けないのかも。だとすれば自分たちの獲物にできると弱り具合を確かめているようです。ジャッカルたちも親子連れのチーターの存在には気づいています。ただ彼らの視線が身重のチーターを動けなくしていることまでは理解できないのです。ジャッカルたちがわけのわからぬまま一進一退を繰り返している時です。親子連れのうち2頭のオスの子供が頭を低くし、ジャッカルと身重のチーターの方へ歩き出したのです。このあと一体どうなってしまうのか、それはまた別の動画で。